図版、夢エビ族ルシフェルは、エビの仲間の一族。プランクトン生活をする小型のエビで、その形態が得意なことで知られる。二族に分ける説もあり、それについても説明する。浮遊性の小型のエビである。そのような生活をする、エビ類は少なくないが、本群のものはその形態が、エビと思えないほどに特殊である。頭部が前に突出して全体に非常に細長く、 付属詞やエラの対価も著しい。分布は世界的である。その特殊な形態から本族のみで単独の都画を立てる。ただし本族を二つに分ける説がある。学名は著名な悪魔そのものであり、本族を分割して立てることを提唱されている。別族にも悪魔の名が取られている。利用されることはまずなく、それもあって一般への知名度はほとんどないが、 ごく普通に見られるものであり、いわゆるチリメンモンスターとしても見ることができる。体長がわずかに10から15ミリメートルほどのごく小型のエビである。その体は細長くて透明で、極めて得意な形をしている。体は左右方向に強く平らになっている。頭部の前半部が前方に長く伸びているのが目立つ特徴であり、目と触覚がその先端にあり、他の頭部、 胸部のの付属子から大きく離れていい。る。目はその柄が、比較的長い第一触角には下向きがない。角角は短くて先端が尖る。第一角足には外し、副詞ともにない。第四、第五胸足は退化し、完全になくなっている。それ以外の胸足は全てハサミでない通常の不脚状だが、第三胸足は不完全なハサミとなっている。これは先端が 指節になって、それを折り込むことで次の節との間に挟み込める構造である。また、エラが全くない。本族の種はとにかくその姿が得意であり、例えばバーシキエトールは、その最初の一文で、その蒸気を一した外見から、世界中で最も異常なエビであると記しているほどで、ある。本族の動物の特徴は、蒸気の通りだが、それが、 どのように普通のエビと異なるのかについて説明する。普通のエビの体は前半の東胸部と後半の腹部からなり、頭胸部には見かけ上は大切がなく前端に目と触覚覆面に足が並んでいる。後半の腹部には大切があって覆面にはヒレ状の遊泳詞がある。本属では腹部はほぼ標準の構造を持つが、 東京部にはかなり根本的な違いがある。一般のエビの場合、東京部は全体を肺高が覆っており、大切が見えないのはこのためである。東京校は普通のエビではその前端に前に突き出した左右から、扁平な都市部があり、これを合格という。肺高は腹部前端まで伸び、左右は膨らんでいて覆面までを覆う。左右の覆面側が膨らんでいるのはその、 内側の空所にエラが収まっているからで、このエラは胸足の基部から出てこの中に入っている。頭部と胸部は密着していて、以下のような付属し、あるいはそれに由来したと考えられる構造がある。頭部には、第一触覚、第二触覚、目、大顎、第一小額、第2小額。胸部には、第1から三角足と第1から5胸足。このうちの2体の触覚と、目は、 廃校の前端から前に突き出す。ただし先日のように、廃校前端が学格として突き出すため、やや下側から出る。大顎から第三角足までは、後期となって目と胸足の間に収まる。胸足は廃校の覆面から下に伸びる。ただし、第三角足の外しは、胸足と同じような形に発達するのが普通なので、覆面からは6体の不足が出ているように見える。 ところが本属では、まず後期より、前の頭部が長く、前に突き出している。それに、角角もごく小さい。そのために頭胸部全体が細長く、前に伸び出し、触角と目だけがその先端に突き出した形になる。またそれらが、他の付属子から大きく離れて位置することにも、つながっている。また、エラがないために、胸部の背校もとても狭くなっている。 さらに後ろに体の胸足がないので、見かけ上の不足の数もについ少なくて四体である。また普通のエビでは、第一触角に下向きがあって、途中で二股に分かれて見えるのが本属にはないので単一である。浮遊性の小型エビ類としては、本群に近縁な桜エビや秋アミなどもあるが、それらが普通のエビの姿であるのに比べても、本群は突出してようである。 学名は、間違いなく、ルシファーである。ルシファーは、悪魔の名称として、有名なものだが、原義は、光をいただくものであり、本族の命名者の意図は明らかではない。他方で口述する本族から分割されるべきとされる、親族の側名はベルゼブブで、これも有名な悪魔の名であり、ルシファーとの関係において、つまり、悪魔つながりで名付けられたものである。日本名は、 夢海であろうと思われるが、意図は不明である。ただしその姿からは、悪夢といった方が当たっているとの声もある。ちなみに、英名は、ゴーストプローンであるようである。海産で浮遊性。夏季の夢海は、太平洋と大西洋の南北半球にまたがって、緯度40度までの広い海域に分布する。他にエルファクソニが、西大西洋に分布があり、それ以外の全種は、太平洋から、 インド洋に分布する。JSUMAB はインド洋から西太平洋に分布し、ごく近縁な別種であるエルファクソニが大西洋に産する。本属のものは沿岸域から沖合までの表層のプランクトンとして普通に見られ、特に沿岸域では大量に発生することがしばしばある。そのために魚類や大型甲殻類の餌として重要で海洋生態系における。 食物連鎖の上に占める役割も大きいと考えられている。その量の多さについては溢れかえるほどにいるとも。沖縄から台湾の南の洋上での調査では、本属の個体密度は1000立方メートルあたり400個体から、多い地点では1万個体を超え、これは中不可創性のエビ類のそれを1から3桁上回るという。また、 遊泳力が弱いために海流によって分布が大きく影響を受け流れが停滞する水域に多く出現する傾向がある。シラスやチリメンジャコの量でもよく混入し、いわゆるチリメンモンスターとしてもよく発見される。形態が独特なので発見、童貞は容易で、チリメンモンスターの中でも最もモンスターらしいものの一つとの声もある。本種は捕食性と考えられており、 ブラインシュリンプの孵化直後の陽性を餌とした捕食性の実験なども行われているノープリウスで孵化し、プロトゾエアが3基ゾエア2基を持つとの報告がある。産卵した受精卵は第三脚につけて保護する。また産卵には日周性があり、例えばエルファクソニでは産卵は夜間であり、20時から23時までの間であった。卵は 第三脚に保持し、ノープリウスが出るまで保護した。メスは複数回産卵し、生涯に140までの卵を産出した。その生活感は1ヶ月以内で完結する。ただしキシメイビは、騎士有名日は小型の卵を産み、卵は胸足に放置されることなく放出される。また一回の産卵数が180以上もあり、これは外洋性の種の6倍にもなる。この種は、 内湾性の性質が強く、橋爪は、系統の問題も含め、内湾性の種が、祖先的で外洋性のものはそこから派生したと判断し、栄養豊富な内湾では、小玉ごた山戦略を取り、そこから栄養の乏しいより外洋的な海域に進出する際に、大玉ごしょう山戦略を取るようになったものとの考えを示している。 その特殊な形態の得意性から本属単独で、夢エビカルシファーデーを建てることが行われ、このトガが記載されたのは1849年のことであった。もっともその後桜エビカの下で、夢エビア科とする扱いが長く続いた。しかし現在の甲殻類学者の多くがこのトガを、夢エビ族のみを含む、探検家であるとの立場を取る。口述の形態的特徴に基づく、 分岐分類学的な分析の結果では桜エビ科の秋アアミ族の一種アセティーズ・インディカスと姉妹群をなすことになっている。ちなみに西村編長は桜エビ上下に、千原、村野は車エビ上下に含めている。世界に7種が知られている。そのうち6種は1919 19年に書かれた反戦によるこの群のモノグラフにあり。 残る、もう一種エルチャチャは1973年の記載であるが、これは既存の種から分割されたものである。つまり1919 19年に3種が記載されて、あと、完全に新しい種として発見されたものはない。なお、これらの種を二族に分割する説があるが、それについては講述する。千原、村野には、日本産を6種として5種を挙げている。なお、 岡田,田など従来は、夢エビの学名は、エルレナウディとされていたが、これは、現在の判断では、夏季の学名となり、外洋性の種である。西村編長はそのうち歴史夢海ビのみを取り上げ、西日本の湾内に普通で、特に周期に大発生する旨を記している。上記のように、本群のエビはそれ以外のエビ類と明確に異なる、特徴をいくつも持っており、その点で、 他のエビルイは明確に区別でき、判断に迷う例はない。その意味からこの文が独立化を成すものであるとの判断は揺るがない。バー式へ通るは、形態的特徴に基づいた分岐分類学的な分析を行い、それによっても本群の探検等であることとかとしてもまとまりが強固であることを確認した。しかしながら、そこに含まれる、 関係族とみなされていたものが明確な二つのクレードに分かれることを見出した。彼らはそのために本族を二つに分け、新しい族にバルツアバブの名を与えた。それによれば、本族に残るのは、夢エビとエルオリエンタリズの二種のみで、あとの五種がこの族に入る。学名は、以下の通り。これら二群は交尾機の特徴で明確に区別され、外見上では、夢エビ族に残るものは、 メガが円筒型で細長く、頭部から目が前方に長く突き出るのに対し、この属のものではメガラは円錐型で細長く伸びない。騎士夢海ビの頭部なお1919 19年のモノグラフにおいてもハンセンはこの属の種を二群に分けており、その区分はこの二属に当てはまる。バルツアバブは彼の区分ではグループ B に当たる。上記のように 海洋生態系においては重要な役割を担っていると思われるが、人間との直接的な利害関係はない。禁煙の桜エビや秋網は食用とされ、知名度もあるのに対し、本種の知名度は、その存在が普通であるのに反して極めて低く、これは食用にされていないためとの声もある。ありがとうございます。